カリックスアレーンはフェノールの2、6位がメチレン元を介して数個環状につながったオリゴマーの総称である。分子は全体としてカップ型の構造となり、空洞部分は素水性の空間となるのでここに適当な大きさの小分子を包摂することができる。シクロファン類の一種に分類されるが合成が容易であること、望む位置換気の導入がしやすいことなどから、 超分子化学におけるホスト分子として近年によく用いられる。カリックスアレーンフェノールをホルムアルデヒドと重合させることで硬い網目上高分子が得られることはすでに20世紀初頭に明らかにされていた。1975年、デビッド・グッツェは通常のフェノールの代わりに4タートブチルフェノールを用い、 反応条件をうまく制御することによって、感情の4.68両体が収率よく得られてくることを見出した。この反応は酸、または塩基によって触媒され、温度によって、フェノール単位の数が変化する。例えば、ホルマリント4タートブチルフェノールを0.045、糖量の水酸化ナトリウムと共にジフェニルエーテル、中間熱管流すると、 カリックスアレーンが50%程度の収率で得られる。ここでキシレンを溶媒に使って加熱管流を行った場合、カリックスアレーンが主成生,生物となる。なお4位のタートブチルモトは酸性条件化レトロフリーデルクラフツ反応によって除去できる。得られた感情分子はカップ型をしていたことからギリシア語で肺を意味するカリスト方向属化合物を意味する。 アレーンを組み合わせて、カリックス、N アレーンと名付けられた。間に入る、N はフェノール単位の数を表す。フェノール単位は3から20程度までが知られているが、普通4、6、8個のものが多く使われる。カリックスアレーンは、硬いベンゼン管が、蝶つ害となる、メチレン元を介してつながっているため、フェノール単位が反転して様々なコンフォメーションを取る、ことが知られている。 カリックスアレーンの場合、すべてが上に向いたものが、高音型、一つだけが反転して、下を向いたものが、パーシャル高音型、隣り合ったフェノール単位が下を向いたものが1、2オルタネート型、向かい合ったフェノール単位が下を向いたものが1、3オルタネート型と呼ばれる。フェノール性水酸元を N プロピル元などある程度大きな置換器で、o、を歩ルキる化すると、 反転は起こらなくなってコンフォメーションは高温型に固定される。カリックスアレーンは、その空間の中にクロロホルムなどの小分子を取り込み、1、1の作体を作ることが知られている。サイズが大きくなると取り込める分子のサイズも大きくなり、カリックスアレーンは上下から包み込むようにして、フラーレン C60 と2、1の作体を作る。 カリックスアレーンを構成する各フェノール単位の4位や水産機には有機合成の技術により容易に様々な置換器を導入することができる。こうした就職によってカリックスアレーンの包摂能力を変化させる試みも多数行われている。カリックスアレーンにはその構成単位を変えたバリエーションが数多く知られている。例えばフェノールの代わりにレゾルシノールを用いたレゾルシンアレン。 ピロガロールを用いた、ピロガロールアレン、ピロール単位がつながったカリックスピロールなどがある。メチレンのブリッジ部分をイオン原子に変えた、チアカリックスアレン、メチレンオーメチレン単位に変わった、ホモオキサカリックスアレンなども知られ、その性質が研究されている。レゾルシンアレンの水産元を足がかりに置換気を導入し、より深い空洞を持たせた分子、キャビタンド、 さらにそれを二つ合わせて完全に内部の分子を閉じ込めたカルセランドなども合成されている。これらはよりしっかりと内部に小分子を捉えることができるため分子認識の素材として注目されている。ありがとうございます。